な排気音が足元で唸っている。猛スピードで進む。消えたテールランプの在りか探してまっすぐに闇をスクラップにする強さで、ひた走る泥にはもう解答されないけれど、きっとヘッドライト一つあれば何もいらないな。瓦礫の下に埋れた弱虫の声は、いくら耳澄ましても聞こえやしないさ。追いかけてくる後悔が視界を塞ぐ前に、追いついた未来の端っこで何度もあなたを救い出すよ。不意に記憶がブレーキをかけた。下口の方向先は覗き込むミラーの向こう、自分の意気地なさに気づいている時間などないのに。瓦礫の下から漏れた弱虫の声は、いくら耳塞いでも痛いほど見てた。あの日誓ったリベンジを忘れてたまるかと、震えた心が今もうるさいほどその名前を叫んでる。下に埋れた声をかき消しながら、いやもうすごいエモーショナルな曲ですよね。本当に何だろう、まさにこの聖夜結成編の歌にふさわしい歌詞と、あとは気持ちの流れと、それが詰まった曲で、うん、いや本当にホワイトノイズいい曲だなと、はい、思いました。正気かと思いました。僕そんなに字の声がね、高いタイプでもなく、もちろん歌も同じぐらい、まあ低いので、どっちかというと、ヒゲダンさんよりも、2、3オクターブ、4オクターブ、3オクターブぐらい下なんじゃないかな。うん、結構低めの歌を今までも歌ってたもので、もう、A メロから限界突破してるので、これ歌えるっていうのが、率直な感想ですね。はい。汗だくでした。はい。もうどんなに軽く歌っても汗かいちゃうぐらいやっぱり高いので、うん。やっぱそこがこう、
自分の中でも不安要素ではあったんですけど、本当に丁寧に録音してもらったので、撮ってもらったので、だからそうですね、ちょっと、過去一、多分高い声が聞けるんじゃないかなぐらい、高い感じになってると思います。でも本当に、歌えてよかったなっていうのが、率直な感想です。なんか、しっくりきますね。なんだろう。ウエストラインが、そうですね。すごい、前まではこう、ギュッと。はい。やっぱ、トーマンの服はギュッと引き締まるから、うわ、やばい、これ以上、体型太ったらダメだっていう緊張感に、こう常にさらされながらなんですけど、ブラックドラゴンいいっすね。すごく開放感があるし、あとなんかちょっと、かっこいい。うん。いや、比べないですよ。トーマンとブラックドラゴンの服、比べないけど、ブラックドラゴンかっこいいっすね。なんか。って思っちゃう。なんか、男の夢詰まってるこのロング丈だったりとかね。そういうのが詰まってて、好きです。この、リベンジャーズを見てくれてる皆さん、これを、こう、見終わった後に、まあ、このホワイトノイズをもう一回聞くとですね、やっぱいい曲だなというか、いろんな情景が浮かぶと思うんですよ。いろんな人の表情が多分見えると思うんですね。特に弱虫の声は、弱虫のところに誰が入ってくるのかなとかも、みんな想像を膨らませると、いろんな人が入ってくるなって思うと思うんですけど、なんかこう、その聖夜決戦編で起きたこと、そしてそこを乗り越えていった人たち、その顔を浮かべながら、ぜひぜひ聴いてもらえたら、そんなに幸せなことはないなと思うし、うん。やっぱ歌ってよかったなと心から思えるので、ぜひぜひ皆さん、聖夜決戦編とともに楽しんでもらえたら嬉しいなって思っております。